スコピエは北マケドニア共和国の首都。北マケドニアの全人口の3分の1が居住する最大の都市であり、同国の政治、文化、経済、学術の中心都市である。古代ローマ期にはスクーピの名で知られていた。スコピエ周辺は、紀元前4000年頃依頼人が居住し、新石器時代の集落跡が現代のスコピエ中心部を見下ろす、 ケール城最周辺で発見されている。一世紀直前、集落はローマ人によって抑えられ軍の野営地となった。ローマ帝国が395年に東西に分かれると、スクーピはコンスタンティノープルのビザンティンの支配下に入った。中世初期の多くの期間ビザンティンと第一次、ブルガリア帝国の間でその覇権が争われ、七十二年から九十二年にかけて、 スコピエには第一次ブルガリア帝国の首都が置かれた。1282年からは町はセルビアの支配下に入り、1346年にセルビア帝国の首都が置かれている。1392年、スコピエの町はオスマン帝国に征服され、オスマンの人々は町をユスキュプと呼んでいた。以来、約500年以上にわたりオスマンの支配下にありユスキュプ。 パシャ三尺の首都で後に、コソボ州の首都であった。この期間に現在でも市内に残る著名な、オリエンタル様式の建築物の多くが作られている。1912年に町は、バルカン戦争の期間セルビア王国によって征服され、第一次世界大戦後、新たに形成された後のユーゴスラビア王国となる、スロベニア人、クロアチア人、セルビア人国の一部となる。 第二次世界大戦時には、町は、数軸国の一部であったブルガリア王国の軍によって、占領された。1944年にはユーゴスラビア社会主義、連邦共和国の構成国である、マケドニア社会主義共和国の首都となる。スコピエは、第二次世界大戦後に急速に開発されるが、1963年に、発生したスコピエ自身によりその発展は一時、滞る。 1991年にはユーゴスラビアから独立したマケドニア共和国の首都となっている。スコピエはバルダル川の上流部にあり、ベオグラードとアテネのバルカン半島の南北を結ぶ、回廊に位置しほぼ中間にあたる。金属加工や化学、木材、織物、企画、印刷産業などの中心で、スコピエの産業発展は、貿易、物流、金融部門だけでなく、 文化やスポーツの分野においても重点を置かれた開発が伴っている。2002年の公式な国勢調査によればスコッピエの人口は50万6926人で、2つの非公式な直近の調査によれば66万8518人、または46万7257人である。スコッピエの故障は古代のラテン語のスクーピからもたらされたことが、 証明されており、この名称は古代のギリシャローマの国境の要塞の町の名でトラキア人、パエオニア人が起源となっている。現代ではオスマン帝国統治時代のオスマン語の名称であるユスキュプ・ユー・エス・ケーピーやセルビア王国時代のセルビア語での名称スコプリエ、1912年から1941年にかけてのブルガリア王国の名称であったスカッピーなどが知られている。 1945年から公式にマケドニア語のスカプジェが使われるようになり、マケドニア語の地元発音を表すマケドニアキリル文字で綴られている。アルバニア語ではシュクープやシュクーピと呼ばれている。スコピエの衛星写真スコピエはバルカン半島中央部マケドニア北部のスコピエ地方に位置し、ベオグラードとアテネのほぼ中間に位置している。バルダル川の源流は、 ゴスティバル近くに源を発し、スコピエを流れ、マケドニア南部を流れ、ギリシャとの国境に達し、最終的にはエーゲ海に流れ込む。バルダル渓谷は、ほとんどが丘陵や山地で構成されている。スコピエ市街は、平均東西が2 3トル南北が9トルの範囲である。平均海抜は2 2 5ルで、 スコピエ地域は1854平方キロメートルを占める。地図スコピエの気候は、欠片の気候区分で温暖湿潤気候で、湿潤大陸性気候との境界に近い。降水量は、北西部のプロクリエティエ山脈の雨影になるため、比較的少なく、同緯度のアドリア海沿岸で得られるうちの4分の1だけである。夏は蒸し暑く。 冬は寒く湿気がありしばしば降雪が見られる。夏の気温は通常摂氏31度を超え、時には摂氏40度を超えることもある。春や秋は15摂氏24度の間で経過する。冬の気温はおおよそ摂氏6度であるが、摂氏0度を下回ることもあり、時折低く摂氏10度を下回ることもある。降水は年間を通して見られ、 10月から12月と4月から6月に多くなる。スコピエはバルダル川の源流から約9 6トル離れた場所にあり、市内を流れたバルダル川はそのほとんどがテッサロ2基近くのデルタ地帯に流れている。川はやや大きい終局部をスコピエに作り、いくつかの橋が架けられそのうちの5つはスコピエ中心部に架けられている。いくつかの支流がスコピエで、 バルダル川に流れ込み、一番長い川は、トレスカ川で 130km ある。他には、レペナツ川、プチニャ川、カディナ川、マルコバ川、パテシカ川が含まれこれらの河川はいずれも 70km、以下である。スコピエには、マトカ峡谷とトレスカに2つの人造庫があり、トレスカは、トレスカ川に水を供給し、市中心部の郊外数 km の場所にある。また、市内には、 イアクピツァと呼ばれる氷河湖がある。マルカ渓谷付近のホラーアナ地震活動により中規模の産地が市周辺部には形成されている。スコピエは西部のシャール山マ南部のイアクピツァ山脈東部はオソゴボに囲まれ、オソゴボはマケドニアとブルガリアの国境になっている。スコピエ市街の最高地点は1066メートルでさらに離れた場所の産地の遅い。 スコプスカクルナゴーラ、ジェデンは、それぞれ1506メートル、1260メートル、1561メートルの標高がある。いくつかの川は、マトカ川のように、死終辺部に渓谷を形成する。スコピンダには、先進予の砂岩等でできており、一部石灰岩カルストが洞窟を作る。スコピーエ中心部は、バルダル川を境に2つの基礎自治体に分けられている。 川の北岸は茶色で、スタラチャルシアがある、旧市街で、南岸ゼンタルは、現代的な建物で構成されたスコピーエ市街の中心部である。同市は中世以降20世紀初頭に至るまで、オスマン帝国の支配下にあったため、旧市街には、主として、木骨レンガ造り2階建てのオスマン建築が、また、近代以降に開発が進んだ、新市街には、 中層のレンガ作りや RC 作りのヨーロッパ建築がそれぞれ立ち並んでいた。スコピエは都市計画が緩く、その結果1963年のスコピエ震災で市内の80%が破壊された。震災後国連主導で行われたスコピエの中心部を範囲とする都市計画のコンペで日本人都市計画家丹下健造が策定したプランが入賞した。 タンゲは多くの都市計画を策定しており1949年の広島市も含まれている。スコピーエ計画はタンゲの都市計画が実現する初めての機会だったのだが現地で地元やその他の国のチームが参入して大幅な変更が加えられタンゲの原案はスコピーエ駅と駅西方向のシティゲートと呼ばれるオフィス街の高層ビルの一部にその面影が かろうじて残る程度のものとなった。もっとも意義深い実績は、スコピエの鉄道駅で、高架のプラットフォームは、道路交通と歩行者を分離している。都市計画では、川の南岸に震災により失われた1800の住宅が計画された。 地震に合わせて建築物を整備するユーゴスラビアの社会計画と国連の設立したスコピエの環境を作る計画は1960年代中盤に進展している。特筆すべきものは中央郵便局でマケドニア人建築家ヤンコ・コンスタンティノフによりデザインされている。今日のスコピエではすべての方向で多くの新しい開発が進められている。 マケドニアの政権に付く内部マケドニア革命組織、マケドニア国家統一民主党は2010年にスカプジェイ2014と呼ばれる首都スコピエにより多くのモニュメント的なものとなる施設の整備計画を立てた。計画にはいくつかの彫像や泉、橋や博物館が含まれ費用は5億ユーロが見込まれる。この計画に対して新たなランドマークとなる建物に、 対して保守的な歴史主義建築家からは、コストや、彫像やモニュメントに少数派の表現が欠けていることに、関してや、スコピエを、テーマパークのようにしてしまうと、非難されている。古代スクーピの集落の壁の後現代のスコピのある、地域は、紀元前4000年頃より人が居住していた。新石器時代の集落跡が、スコピエ上塞付近で発見されている。 スコピエ定地にやってきた最初の人たちはおそらくスキタイア・ケルト人、イジュリア人からの影響を受けたトラキア人の一部族、トリバリであった。その後、スコピエ周辺にはパエオニア人が住むようになるが、紀元前3世紀になるとダルダニア人が侵略する。スクーピはスコピエの古代の名称であるがダルダニアの首都となり、ダルダニアの王国は 現代の西からベレスにあたる地域に紀元前2世紀半島を広げる。その後ローマ帝国が東方に拡大し入植地としてスクーピにもその支配がもたらされ、その大部分はドミティアヌス地政治の大異府分断クラウディアの古参兵であった。しかしながらいくつかのマケドニア属州からの マルクスリキニュースクラススの軍はすでに紀元前29から28年頃に公式に帝国が支配する以前に駐屯していた。そのすぐ後のアウグス,ティストゥス統治期にもエシア属州の一部となる。その後86年にドミティアヌスにより属州が分離にされるとスクーピは植民地として地位が上がり新しい属州である上もエシア州内の地域の主婦が置かれた。この地域は ダルダニアと呼ばれ上も、エシア族州内では、ダルダニアによる特別な地域であった。395年からは、ビザンティンの支配下となり、スクーピは5世紀半ばには大主教の中心がおそらく、置かれている。セパンテレーモン教会で発見されたピエタの、フレスコビザンティン支配後のスクーピは、地域の交易や、軍の駐屯地として、重要な場所となった。 ビサンティン皇帝ユスティニアヌス一世はタウレシウムで生誕している。この町は現代のスコピエからわずかに南東へ 20km 離れた場所にある。その後、スクーピは518年に地震により完全に壊滅してしまい、歴史家のプロコピオスによれば、ユスティヌス一世は新しい建物や都市を自分の生誕地であるタウレシウムやベデリアナやバベルの村がそうであるとされている。 に立てられ、これらの土地は、レペネツ川が、バルダル川が流れ込む肥沃な土壌となっており、中世の都市やというスティアナプリマが残されている。混乱に伴いブルガリア、イッピロス先制公国、ニケア帝国などが次々に占領した。中世初期に、スクーピは、ビザンティンと第一次ブルガリア帝国の争いの場となり、972年から992年に、かけ、 第一次ブルガリア帝国の首都であった。1018年にビザンティンの行政地域の主婦となるが、後に第一次ブルガリア帝国の手に落ちる。スコピエは交易により栄えていたが、11世紀後半の他の地震により衰退し始める。1189年、スコピエは短期間セルビアの支配を受ける。スコピエは ブルガリアの封建領主の首都となり後の13世紀半ばコンスタンティン一世の支配となる。ビザンティンは地域での影響力を取り戻すため、スコピエの衰退を利用したが再びその支配を失い、1282年にステファン・ウロシュ二世ミルティンに移った。ミルティンの孫であるステファン・ウロシュ四世イドシャンは、スコピエを首都とし、後にセルビア人とギリシャ人の皇帝を宣言し、 続いて1346年に、スコピエを首都とするセルビア帝国を成立させ、大主教座は総主教座に昇格された。1355年に、ウロシュ4世は救世し、その後を、ステファン・ウロシュ5世が継いだが、セルビア帝国は維持されず小さな広告に分裂した。ブク・ブランコビッチは、中世に、スコピエを支配した最後のセルビア人で、キリスト教徒の君主である。 1594年頃のスコピエバルカン半島の各地を征服したオスマン帝国は1392年にスコピエを征服し、以来520年間その支配下に置かれている。オスマンは街の名称をユスキュープと名付けている。オスマンは最初にスコピエ三尺を設立し、ユスキュープをその中心都市とした。ユスキュープは中央ヨーロッパの中に広がる。 戦略的に重要な場所で、オスマン支配基調は、バルダル川とセルバ川の合流地点に向かって拡張していった。町はすぐに、ムスリム人口が多数派となり、建築様式もそれに従って変化している。15世紀には、カパンハンやスリハンなどのような多くのキャラバンサライが町には、設けられた。スコピエのランドマークとなっている。 石橋の再建やダウトパシャハンマムの建築は、この期間に行われている。また、多くのスペインから追われたセファルディムがユスキュプに住み着き、文化的な交わりや町の交易の評判を高めた。スコピエ城塞からのムスタファパシャモスクの、長メオスマン支配下ではいくつかのモスクが、都市に出現し、教会の土地はしばしば以前兵士だったものに接収され、 多くの教会が当時モスクに転換されていった。1689年にユスキュプはハプスブルクの大将ピッコロミニは少しの間占領した。彼らの軍勢は長くは留まらなかったが、街を薬病が急速に襲った。ピッコロミニの軍勢は街を撤退する際、ユスキュプの街に火を放っており、 これは薬病を根絶するために火が放たれたというものも、いるが1683年に、オスマンがウィーンで起こした第二次ウィーン包囲の報復で、火は放たれている。その後の2世紀でユスキュプの名声は衰え19世紀までには、人口は、ほんの1万人まで減っていった。しかしながら、1873年に、ユスキュプサロニカに鉄道が完成すると、 多くの旅行者や商人を街にもたらし以前の3万人程度の人口に回復した。17世紀のスコピエでは、正教会やムスリム、カトリック教会、ユダヤ教を含む多様な宗教的人口があった。ローマカトリックのスコピエ教区の宗教的リーダーは、ボ主逆ニ人やイタリア人、マケドニア人など多様な民族を背景としており、 例えば、ギリシャ人修道士のイアキントゥス・マクリポダリウスは1645年から1649年にカケスコピエの司教であった。オスマンのタンジマート改革の頃、帝国内ではナショナリズムが高まり1870年に新しくブルガリア正教会から分離して教会が設けられた。これは宗教的原則よりも民族的同一性に基づいている。 スコピーエシュ教区の人口の1874年の投票で91%の圧倒的多数は教区に参加することを望んだ。内部マケドニア革命組織が1893年にテッサロニキで小規模な反オスマンのマケドニア人の革命組織として設立され、マケドニアは不可分な領土であり、宗教や民族は問題ではなく居住するすべての住民を マケドニア人と呼ぶべきと考えていた。1903年にオスマン帝国に対する組織化された反乱が内部マケドニア革命組織により引き起こされた。スコピエでは革命の組織はうまくいかず武器の不足などを深刻な問題であった。反乱が発生した時に反乱軍は軍事列車を脱線させている。8月3日と5日にそれぞれバルダル川の橋と 西四番修道院でトルコの部隊に反乱組織は攻撃を仕掛けている。次の数日間で一団はオスマンの非正規兵であるバシ・ボズクに追われブルガリアへ移動した。1912年8月12日から1万5000人のアルバニア人により引き起こされた反乱によりオスマンは都市から追われている。セルビア兵によって USKB からスコプリエの表記に変えられる看板。 1912年オスマン帝国軍は第一次バルカン戦争時にモンテネグロ王国とギリシャ王国、セルビア王国、ブルガリア王国の共同戦線に対抗することができなかった。セルビア王国がクマノボの戦いの間、その数週間後に援軍が到着したトキオスマン帝国はマケドニアのすべてから撤退しなければならないことが明らかになった。 ロンドン条約により1913年にセルビア政府により現代のマケドニアは統治されるようになった。スコピエは第二次バルカン戦争の間もセルビア王国の統治下に残り、ブルガリアなど以前戦線を組んだ国同士で戦いが行われている。第一次世界大戦が勃発した1915年にブルガリア王国によりスコピエは占領される。 1918年に新たに成立したユーゴスラビア王国の一部となり1939年まで続いた。1920年の半年間わずかな期間、スコピエはユーゴスラビア共産主義者同盟の支配下に置かれた。セルビア人の支配層はマケドニア人のナショナリズムを潰すためにオスマン支配人には考えられなかった弾圧を行った。 1931年に文献化されたユーゴスラビア王国に移り、スコピエはバルダル自治州の州都となった。1941年、ユーゴスラビアは戦争に突入し、大規模な反戦デモが街の通りで行われていた。1941年4月7日、スコピエはナチスドイツの占領を受けその支配下に入り、後にブルガリアによって占領されている。 幅広い分野でブルガリア化運動がブルガリアの占領軍により行われ国立劇場や博物館、高等教育機関であるボリス王大,大学などが設立された。1943年3月11日、スコピエ全域に居住する3286人のユダヤ人はポーランドのトレブリンカ強制収容所のガス室に強制連行された。 この方法はブルガリアがユダヤ人を扱った方法とは対照的であった。スコッピーは1944年9月13日にユーゴスラビアパルチザンの一軍隊であるマケドニア解放戦線と新たに同盟を組んだブルガリア人民軍により解放された。ブルガリアは1944年9月にソ連に無条件降伏して以降、数軸国側から連合国側に変わりたいドイツ戦に 加わっている。その後、すぐにスコピエは新しく成立したユーゴスラビア、社会主義連邦共和国内のマケドニア人民共和国の首都となった。スコピエ地震時に被災者を医療提供場所に送る、米軍隊員1991年までスコピエは、マケドニア社会主義共和国の首都であった。都市は拡大し、1945年に15万の、 人口であったスコピエは1990年代前半には60万まで増えている。1960年代に入ると1962年のブルガル川の洪水に続いて、1963年にはスコピエ地震の被害を受けている。マグニチュード6.1の地震によって1000人以上が犠牲になり12万人以上が家を失った。また、 多くの文化的施設が深刻な被害を受けた。大規模な国際的支援によりスコピエの街は復旧が進んだが多くの古い魅力的な新古典主義が失われている。新しい都市計画のマスタープランは当時第一線で活躍していた日本人建築家で都市計画家の丹下建造によって作成された。地震で損傷を受けた旧スコピエ駅は今日でも 犠牲者を忍ぶために、スコピエ博物館として残されている。スコピエ中心部の19世紀から18世紀に、遡る、新古典主義の国立劇場や多くの政府庁舎、スコピエ城塞なども激しい地震により破壊された。国際的な金融支援がスコピエに注がれたことは、都市の再生に寄与し、その結果1960年代当時のブルータリズムの建築物が立ち並ぶ。 近代的な都市となり、中央郵便局や国立銀行はその中でも代表的な建物である。幸いにも地震からスタラチャルシアの旧市街は生き残っている。スコピエの近代的な建築物群は復興の象徴であるが、その一方で都市に無機質さや不釣り合いな印象を与える場合もある。1991年にマケドニアがユーゴスラビアから独立すると、 マケドニア共和国の首都となり、現在では、スコピエの通りや建物、店舗では、改装が進んでいる。2006年7月に、新しい政府が選ばれると1963年に、損傷を受けたスコピエ城塞や19世紀の旧、国立劇場、旧国立銀行などの復元や保存の計画が立てられた。他には、新しい博物館や公文書館、憲法裁判所、 音楽劇場などの建設が計画されている。スコピエ2014プロジェクトによりピリッポス2世スタジアムの再整備が2015年に完了する予定で、スコピエ空港の再整備と拡張も進められているが、一方でこうした新たな開発に関しては、財政的な面や景観などから批判もある。スコピエは、スコピエ地方内の10の基礎自治体で構成されている。 スコピエの構成自治体はそれぞれスコピエに関する法律により定められた独自の基礎自治体となっている。行政区域1976年から1996年にかけてスコピエはガジババ、カルポシュ、キセラボダ、ゼンタル、チャイルの5つの自治体で構成されていた。1996年にスコピエではガジババ、カルポシュ、キセラボダ、ゼンタル、 首都オリザリ、ジョルチェペトロフの異なった7つの基礎自治体が定められた。現在の行政区は2004年に定められたものである。スコピエの市長は直接選挙で選出されている。現在の市長はコセトライアノフスキで2009年4月の選挙で選出されている。スコピエの政治は4年ごとの直接選挙で選出される定員45名の審議会により運営されている。 市議会では主に予算の議決、政策指針、マケドニア政府とスコピエ氏の関係を確実にしている。いくつかの委員会へより、具体的に業務が分配され、財務、地域開発、都市計画、アンビランモン58などがある。市議会の議長は2009年に行われた、選挙の中から内部マケドニア革命組織、マケドニア国家統一民主党のイレーナミシェーバが指名されている。 ユーゴスラビア社会主義連邦共和国時代、スコピエは重要な経済的中心地に変わっていった。マケドニアでは最大の経済や産業の中心地であるが、ギリシャの国境閉鎖やマケドニア独立後の経済制度の変化により、第二次産業や第三次産業は影響を受けている。ギリシャのテッサロニキワイゼンはマケドニア製品の輸出口として重要な割合を占めていたが、 共産主義体制が廃れると以前の国営企業は破綻している。また、マケドニア人とアルバニア人との間の争いは経済に対して投資家などに良くない印象を与えている。2002年のスコピエの失業率は14.0%で、マケドニア国内の19%に比べると低くなっている。2002年現在、おおよそ6万4千の企業が市内にある。市では、 経済的な課題を解決するために統合した経済特区に頼っている。浄化された工場、教育、観光開発、無関税経済地区でスコピエ郊外のブナル好きなどに立地する。スコピエには多くの工場も立地する。最も重要な産業は金属加工、化学、繊維、印刷などの工業である。スコピを拠点としている著名な企業には アルセロールミッタルスコピエ、オイルラフィネリ、タイタンセメント工場、スコビンワイナリーなどが含まれる。マケドニア証券取引所は、マケドニアにとって一番重要な証券取引所で、スコピエにあり1995年に設立された。スコピエ市の2010年の歳入は41億4335万、マケドニアデナールで、20億デナールは直接税で10億、デナールは 政府からの交付である。残りは、間接税や、振替、様々な寄付などである。一方、歳出は47億2555億7000、デナールで5億8200万デナールの赤字になっている。スコピエの民族分布スコピエは、マケドニアの都市の中で一番人口が多い都市である。 2002年の国勢調査によればスコピエの人口は50万6926人であった。比較的最近の非公式な統計によれば2006年には66万8518人が居住している。民族舞踊スコピエで最大の人口を構成する民族はマケドニア人で33万8358人が居住し、 全人口の66.75%を占める。続いて、アルバニア人が占め、103,891人、折20.49%を占めている。ロマは23,475人居住し、全人口の4.63%を占める、第3の民族集団となっている。また、スコピエには、 セルビア人は14,298人居住し2.82%を占め、トルコ人も8,595人居住し1.70%を占めている。ボシュニャク人は7,585人が居住し1.50%を占めている。アルメニア人は2,557人が居住し1.61%を占めている。残りの百六十七人。 1.61%の人々は違う民族を宣言している。最大のマイノリティとなるアルバニア人は他の民族と比べその多い人口から特権が認められ、初等学校や地元行政機関でアルバニア語が使用され、スコピエの25%がアルバニア語はしゃれ、マケドニア語に加え公用語としてアルバニア語が加えられている。ロマが最初にスコピエにやってきたのは オスマン帝国の時代でその多くがトッパナトパーナと呼ばれる地区に居住している。トッパーナはトルコ語由来で大砲芋の工場や兵器工場を意味しており、ロマたちはそこでトルコの火薬を製造する仕事を見つけた。20世紀半ばまでスコピエはかなり小規模な都市であった。ユーゴスラビア内の共和国の首都の地位を得ると、産業化の進展により大きな人口増加がもたらされた。 1948年には、マケドニアの全人口の9.6%がスコピエに住むだけであったが、1994年にはおよそ25%を占めるまでになった。1953年の国勢調査によれば、122,143人がスコピエに居住し、マケドニア人は74,686人と61.1%を占め、 トルコ人は22,562人で18.5%、セルビア人は8,650人で6.4%、ロマは7,829人で6.4%、アルバニア人は3,166人で2.6%を占めていた。百六十三年の地震により町のントが被災し、約千人が犠牲となったが、町は急速に復旧し、 急激な人口増加を引き起こした。1948年には10万2600人であった、人口は1981年には40万人を超えている。1980年代以降、ユーゴスラビアでは社会不安などにより経済は停滞し様々な問題も生じ、1991年にはマケドニアは独立した。その結果、 1981年から1994年にかけての人口増加は他の年代に比べると少ない4万100人である。その後は再び人口は急増している。スコピエで一番大きい公立病院は1944年に設立され1万1000床を備えている。1960年代には放射線による使用の治療機関が開設されている。 フィリップ二世病院は心臓学に特化した病院で2000年に開設され2004年に病床が設立された2003年のスコピエの出生率は10.6パーミルで死亡率は7.7パーミルであるスコピエの出生率は全国平均の13.14パーミルに比べると低いが死亡率は同程度である幼児の死亡率は 全国平均は2003年で11.74%で、スコピーは11.18%と全国平均とほぼ同様である。国立聖キュリロスメトディオス大学2002年の国勢調査では19万3425人の市民は高校修了までの教育を受けており、10万7408人の市民は初等学校修了だけの教育を受けている。 また14,194人は大学へ進み、49,554人は学士号を1,777人は修士号1,682人は PhD を取得している。その一方で11,259人は教育を受けておらず、28,292人は教育が不十分なままである。 10歳以上のスコピエ市民の識字率は97.5%で、これは全国平均の96.1%より若干高くなっている。通常、スコピエからは他のマケドニアの地方に比べると教育へのアクセスは簡単である。スコピエ市内にはいくつかの大学があり、一番大きく歴史がある大学はセイキュリロス・メトディオス大学である。 この公立大学は1949年に3つの学部で設立され、それ以来23の学部と10の研究機関に拡大され3万6千人の学生を有している。マケドニア共和国の独立以来、新しい大学が設立されそのほとんどが私立である。欧州大学は2001年に設立され経済学やコンピュータ科学、法律、政治学、 グラフィックデザインの学部が設立されている。本大学は2003年に設立され、政治、国際関係、外国語、投資、安全、環境マネージメント、経済、技術、情報コミュニケーション、スポーツなどの各学部が設けられている。他にも経営学部のあるアメリカンカレッジスコピエ大学などがある。2008年現在、スコピエには21の大学がある。 スコピエはマケドニア聖教園へのスコピエ教区が代表する聖教会とイスラム教の二つの宗教が都市に大きな影響を与えている。またカトリック教会やプロテスタント、ユダヤ教はスコピエにおいては少数派となっている。スコピエにはビサンティン建築から近代建築まで多様で異なった建築様式の教会や修道院がある。ビサンティン様式の教会には スコピエ近郊の村ゴルノネルエツにある聖、パレントレーモン教会などがあり、教会には1164年に完成した小胸のすげ術も含まれている。また、フレスコ画でも知られ、12世紀の表現の詳細や、気風を表している。これらはしばしば、140年後に類似した、繊細な作品を残し活躍した、ジョット・ディ・ボンドーネと比べられる。他の特筆される。 ビザンティン様式の建築物には、マルコ修道院があり、マルコ・ムルニャブチェビチにより1366年に建てられた。聖に聞いた教会と聖レア教会は1300年代に遡り、ビザンティンの特徴を共有している。イエスの母マリア教会は1204年に建てられ後に、火災により完全に破壊されてしまった。 古い教会は1835年に再建され、封建されるが1963年のスコピエ地震により被災している。今日、この教会は2002年10月2日に再建が始まっている。オスマン支配期は教会の建築が禁止されていたが、スコピエでは少数ながら教会が建てられていた。聖旧彩教会は16世紀に建てられスタラチャルシア、 トスコピエ要塞の間に位置していた。内部マケドニア革命組織の革命家ェデルチェフが教会の中庭に埋葬されている。聖デメトリオス教会は13世紀の古い教会の敷地内に18世紀に建てられた。この教会は現代のオフリドの聖クレメント教会が建てられる前にあった聖教会の大聖堂である。オフリドの聖クレメント教会は1972年に 建てられ、1990年に、教会の守護聖人であるオフリドの聖クレメントの1150周年を記念し奉検されている。スコピエ中心部には、カトリックの聖神教会がある。スコピエで最もモスクが集中しているのスタラチャルシアで、町は典型的なオスマン建築の一部である。最も傑出したモスクの一つにムスタファパシャモスクがあり、1492年に、 ムスタファパ社により以前のキリスト教徒の土地に建てられた。モスクは、ムスタファパ社による寄付によるもので、バヤジと二世とセリム一世一世時のオスマン帝国では、結出したものであった。他の重要なモスクにはインサイコールベグモスクで、スタラチャルシアの外れに位置し、イーサーベイの死後彼の死を忍んで建てられた。モスクは2つのドームとポーチエリアには5つの小さなドームがある。 イーサーベイモスクは1439年にスタラチャルシアの北側に立たれ高さ30メートルのミナレットがある。イーサーベイはモスク背後の墓地であるトゥルベに埋葬されている。1990年代よりスコピエは南東ヨーロッパの交通の拠点になりつつある。スコピエは半ヨーロッパ交通回路8号線と半ヨーロッパ交通回路10号線が交わっている。 この二つの横断交通により、スコピエでは、新しい高速道路の建設が進められ、新たに、スコピエ環状道路やスコピエ国際空港の近代化の整備が進められている。スコピエ空港は、スコピエでは、唯一の国際空港で中心部から約2 2トル離れたペトロ別に位置する。空港は、トルコの企業、トブが認可を受け運営を行っており、 2億ユーロの投資を行って拡張や改良が行われており、オフリド空港や新しい貨物用空港をシティプに作っている。スコピエ空港からは、ベオグラード、ブルッセル、パリ、ローマ、ハンブルク、ロンドンの他欧州の主要都市に路線が広がっている。E75 号線は、ノルウェーのバードからギリシャのクレタ島まで結び、スコピエの東側を通り、 欧州とマケドニアの首都を結んでいる。E75 号線は、マケドニアの他都市では、クマノボやベレス、ネゴティの、デブゲリア等を結んでいる。E65 号線は、スコピエの北と西の縁を通りスコピエ北バイパスの 26.5km が一部区間を構成している。マケドニアの他都市では、テトボ、コスティバル、キチェボ、オフリド、ビトラなどと結ばれている。 スコピエの中央駅は市中心部から 2km 東に離れた場所に位置し、交通センターとして1963年の地震で破壊された初代の鉄道駅に代わり1970年代に整備された。新しく整備された駅には10線の発着線が備えられているが、列車の発着本数がそれほど多くないため全ては使用されていない。 スコピエからはマケドニア鉄道などによりセルビアのベオグラードやコソボのプリシュティナへ国際列車が運行されている。ギリシャのテッサロニキへも国際列車が運行されていたが2010年のギリシャの経済危機以降ギリシャ国鉄の経営上の理由により運行が休止されていたが2014年5月に運行が再開された。スコピエの中央バスターミナルは 中央駅に隣接した場所に位置している。ここからは、オフリドやビトラなどの国内主要都市をはじめ、セルビアのベオグラードやコソボのプリシュティナ、ブルガリアのソフィアやトルコのイスタンブールなど、バルカン半島諸国の主要都市に向け国際バスが多く、発着している。市内バスは、スコピーエ市内全域をカバーし、郊外の街へも同様に伸びている。 2011年に古い路線バスの車両を84台は、ウクライナで製造された新しい車両に置き換えられた。後に、マケドニア政府は220台の2階建てバスを購入し、スコピエの公共交通に導入している。2011年に、中国の鄭州市の宇通客車で製造された68台が到着している。このバスは、定員が80名である。スコピエでは、 トラムの整備計画もある。今日のスコピエ城塞の最初はビザンティンにより6世紀に築城された。1963年のスコピエ震災後、城塞の環状や長方形、広場や塔は復元し保存されている。現在では、スコピエではもっとポピュラーな観光スポットとなっている。スコピエの石橋は1451年から1469年に、 メフメト二世の秘語のもと作られた。石橋は、スコピエの過去と現在をつなぐ象徴として、スコピエの師匠に描かれている。石橋は、スコピエのメインとなる広場である、マケドニア広場とスタラチャルシアを結んでいる。1963年の地震により、新古典主義建築の国立銀行とアーミーハウスが大きく破壊され、広場は劇的に広くなった。 他によく知られた建物には、リスティック宮殿がある。2010年に、ゴチェゲルチェフとダメグルエブのモニュメントが石橋に建てられた。スタラチャルシアは、バルカン半島の中でも最大級で、最も重要なオリエンタルバザールの一つである。スタラチャルシアは、ブルガル川の東岸にありようの東西が交わっている。モスクやキャラバンサライ、ハンマーム、時計塔、ベゼステン、 様々な店舗が特徴づけている。ブルダル川に架か,かる石橋ベゼス店は、バザールを覆い、15世紀にスコピエを統治したスルターンであったガーズイース博米により築かれた。火災により1689年に損傷するが、後に再建されている。現在見られるベゼス店は1899年に修繕されて以来のものである。 スコピエド系統は16世紀に古い建物の基礎の上に築かれ、村と二イモスクのちょうど北側に位置している。チフテハマムはトルコ式の公衆浴場で、バザールの中央部にイーサーベイの下で築かれた。ダウトイコールパシャハンマームはダウトイコールパシャの下、15世紀に建てられている。両方とも現在はギャラリーとして使われている。バザールにはカパンハンやスリハン、 クルシュムリハンのような中世のキャランバンサライがバザールには含まれていた。建築物の特徴としてアーチやドームを備えている。クルシュムリハンは建物の上に鉛を用いたことから鉛の宿として知られていた。キャラバンサライは16世紀のセリム2世一政治に科学者のムスコムサインオドザにより建てられた。建物は今日、マケドニア国立博物館からの展示物が 特徴を付けている。バザールではイスラム建築が優勢だが、いくつかのキリスト教建築も見られる。ミレニアムクロスはボドノ山にあり観光施設となっている。この巨大な十字架は、キリスト教の2000年を祝って建設された。十字架は、オスマン時代に十字架の場所を意味するクルストバルで、知られたボドノの山頂に設けられた。山頂には小さな十字架があった。スコピエには、 マザー・テレサに関係したものがいくつかある。スコピエはマザー・テレサが出身地で子供時代を過ごした場所で生誕場所の目印や彫像、2009年に開館した記念館などがある。古代の水道橋がスコピエ北部のビゼベゴボ村近くに残っている。いつ建築されたかはわかっていないが、オスマン帝国時代に公共浴場に水を供給していたものと思われ、 今日55の石のアーチが残されている。夜のスコピエタの欧州の都市のように観光都市としては、あまり著名でないスコピエだが、多様なナイトライフがあり、カジノがそれを際立たせており、ホリデーインのようなホテルもそれらと結びついている。カジノには、ヘリオス、メトルポール、オリンピック、ボンベノン、シェリーなどが含まれる。若者が集まるバーやディスコ、ナイトクラブなども中心部や、 シティパークで見つけることができる。スコピエで最もポピュラーなナイトクラブには、ハードロック、マラツナ、B2、ハバナコロッセウムなどがあり、世界的に有名な DJ や地元特有のパフォーマンスがよく行われている。2010年にコロッセウムは南東ヨーロッパで5市に入るベストクラブに名を連ねている。アーミン・バン・ビューレン。 アバーブビヨンドなどの他にも多くのミュージシャンがスコッピエのナイトクラブに訪れている。中年以上の世代はカファナで伝統的なマケドニア料理やマケドニア音楽を楽しんでいる。バルカン半島の音楽やセルビアの音楽もまたポピュラーなものとなっている。スコッピエには伝統的なマケドニア料理のレストランから国際的な料理を特徴とするレストランまで様々な飲食店がある。 スコピエの有名なカフェにはカフェトレンド、ラカフェ、ブルーカフェなどがある。スタラチャルシアはかつては人気のナイトライフ先であった。マケドニア共和国政府はスタラチャルシアのナイトライフを復活させる計画を立てている。カフェやレストランの閉店時間は高い集客を目指すために延長され、バザールにあるレストランでは伝統的なマケドニアワインやマケドニア料理の他にも オスマン料理が提供されている。クリスマスのスコピエ・スコピエは北マケドニア共和国の文化的な中心で多くの国にとって重要な博物館が立地している。その一つに現代美術館があり、現代美術の作品が収蔵されている。この美術館は1963年のスコピエ震災の再建の一環で作られている。造形美術の国際連盟が 都市の再建を展望し収集する作品の制作の支援を世界中の芸術家に呼びかけた。ポーランド政府はコンペで建物のデザインを獲得し、現代美術館やスコピーエ市内に寄贈している。大きな公園地域には現在、多くの彫像や周囲に博物館が含まれる。マケドニア博物館や自然歴史博物館。 マケドニア公文書館など他にも重要な文化施設がスコピエにはある。1981年10月以来、毎年スコピエジャズフェスタが催されている。ジャズフェスタは、ヨーロッパジャズネットワークと、ヨーロピアンフォーラムワールドワイドフェスティバルの一環である。アーティストには、フュージョン、アシットジャズ、ラテンジャズ、スムーズジャズの分野が含まれている。ファスティバルでは、レイチャールズや、 ティトプエンテ、アルディメオラ、ユッス・ウンドゥールを含む著名なアーティストたちが公演を行っている。他に、スコピエで行われる音楽フェスタには、ブルースとソウルフェスティバルがある。これらのイベントは、マケドニアのカルチャーシームでは、比較的新しいもので毎日、7月上旬に催される。過去のゲストには、ラリー・コリエル、ミック・テイラー、キャンディ・ダルファー、ジョアン・ボスコ、テンプテーションズなどがいる。 スコピエカルジャーサマーフェスティバルは著名な文化的行事で、スコピエで毎年夏に開催されている。フェスティバルは国際フェスティバスイベント協会の一員で、ミュージカルコンサートやオペラ、バレエ、芝居、芸術、写真展覧、映画など様々な幅広い分野が含まれており、2000を超える参加者を世界中から集めている。5月には、 オペラのユーべフェスティバルが1972年以来開催され、一般市民にオペラを普及する目的で開催されている。年を経て50カ国からパフォーマーを集めるまでになっている。他のオペラフェスタにはオペラユースフェスティバルがあり、1976年5月に若いオペラ愛好者により設立された。マケドニアラジオテレビセンタースコピエは来た。マケドニアでは 最大のマスメディアの中心地である。情報省によれば2000年現在818紙の新聞が発刊され、600を超えるものがスコピエに本社を置いている。日刊紙のドネブニクは1996年に設立され6万部を発行している。スコピエをベースとするベチェルは5万部を発行し、第3位のノバマケドニアは2万部を発行する。前期の3詩は国営であるのに対し、 スコピエで他に名の知れた新聞社は民営で、ウトリンスキ・ベスニクは3万部、ベストは2万5千部、ブレメは1万5千部をそれぞれ発行している。雑誌、ホクスは1万2千部、スタートは1万部、デネスは7500部をそれぞれ発行しており、これらの雑誌社もスコピエを本拠地としている。公共放送のマケドニアラジオテレビは1966年に、 設立され、スコピエを本拠地としており3つの全国放送のチャンネルで24時間放送を行っている。民放では、A1 テレビやサイトル、コノルゴテルマ、アルファ TV、アルサトムなどがあるほか、衛星放送なども普及している。また、スコピエには、マケドニアインフォメーションエージェンシーや、マクファクスなどの通信社も本拠地としている。ピリッポス2世。 アレナ北マケドニアの首都であり、最大の都市であるスコピエには多くのスポーツ施設が整備されている。スコピエには3つの大きな水泳プールがあり、そのうち2つはオリンピックにも対応している。これらのプールは特に水球チームの練習に関連している。スコピエはまた多くのサッカースタジアムを誇っており、チャイルやジェレザルニツァには4000から4500人を収容できるスタジアムがある。 彼のバスケットボールコートには5000人が収容でき、イアネ三段スキのコートには4000人が収容できる。スコピエ最大のスタジアムとして、フィリッポス2世アレナは残っており、1947年に完成し2008年まで、スコピエグラドスキスタジオンという名称であった。フィファ基準に合わせた拡張と改修工事が2009年に開始され、32,580人が、 収容可能なスタジアムに刷新されヘルススパーやフィットネスも備えられた。2008年に完成したボリストライコフスキスポーツセンターは北、マケドニアで最大のスポーツ複合施設で、名称は2004年に飛行機の墜落事故で亡くなったマケドニア共和国の大統領ボリストライコフスキに、ちなんでいる。ハンドボールやバスケットボール専用の施設やボーリング場、フィットネス場、 アイスホッケーのコートなどが備えられている。メインホールでは1万人規模のコンサートなども行われる。スコピエをホームタウンとする FK バルダールや FK ラボトにつきの2つのサッカークラブチームはプルバ・マケドンスカ・フドバルスカ・リーガで活躍する最も人気のあるチームである。両チームはピリッポス2世やレナで国の代表チームのようにトレーニングを行っている。またスコピエは FK マケドニジャグヨースペトラーブ、FK スコピエなどのように2部や3部に属するクラブチームも本拠地している。北、マケドニアでサッカーに次ぐメジャーなスポーツとしてバスケットボールがあり、KK ラベトニッキー、KKMZT スカップ J、KK ワルターなどのクラブチームは特にそれらを代表している。ハンドボールも盛んで、 RK ワルターや RK メトローデグスカップ J 女性クラブチームの RK メトローデグは代表的である。2008年にオフリドと共催で2008年欧州女子ハンドボールチャンピオンシップが開催された。ありがとうございます。